猛将たちの活躍で古老間の戦いは連合軍の勝利に終わった。董卓は洛陽を捨て長安へと逃げ延びるが、そこで呂布に討たれる。一方で皇帝は董卓の残党の手に落ち、天下は混迷を深めていった。この混迷の世、劉備は数年にわたって流浪することになる。その中で劉備は徐州を治める董賢を助け曹操と交戦。徐州に入ると劉備はその人望から董賢に徐州の地を託される。その後呂布に徐州を奪われるも、曹操と共闘しこれを討伐。再び徐州を得るも、今度は帝から曹操暗殺の密命がもたらされる。しかしこれが曹操に露見。曹操は劉備を討つべく軍を起こした。劉備と曹操の運命は複雑に絡み合い、劉備を表舞台へ駆り立てる。劉備、関羽、張飛は曹操の猛攻から徐州を守れるか。おうおう、遠飛と張飛様のお出ましだぜ。曹操軍の奴ら城にまで入り込みやがった。おまけに増援まで来てるらしいじゃねえか。けど北からは来れねえだろうな。美塾と関陽がきっちり守ってるはずだ。しかし敵の指揮官は地に長けたものと聞く。そうやすやすと防げるとも思えぬ。袁紹殿の力添えのおかげで徐州に地を得た。しかしまたも私たちは追い立てられるか。そうさ、己の野心のために兵を動かすものだったとは。曹操軍を率いているのは閣下という軍師。先方はすでにこの地に入り込んでいる。おそらく増援も続々到着しよう。結局私はこの地に戦火を運んだだけか。うじうじしたってしゃあねえぜ兄じゃ。相手が来るならぶっ飛ばすまでだ。この遠飛と張飛、どんな戦も負けやしねえ。これ以上徐州を荒らされてはならぬ。何として守りきるのだ。兄者の大使、我ら兄弟が支えよう。準備は良いか。よっとけ。当たり前だぜ兄じゃ。徐州は俺たちが守り抜けやな。曹操軍はすでに城内に入り込んでいる。侵入した敵を片付けましょう。飛んでけ。この右軍則と厳正なる勝負だ。
すべて倒したな。分析装置を起動させよう。
してくれた。よくとき。相手の中身と仕事を。まあ、残りの舞台に期待しようか。別にはこの延期と長期様がいるんだ。曹操軍の思い通りになんかさせっかよ。早く救し、民の平穏を取り戻さねば。